今月、静岡市内で自転車に乗った80代の男性が交差点でトラックと衝突し死亡する事故がありました。このため静岡中央警察署は今日、街頭で交通安全情報が書かれたビラを配り、市民に事故防止を呼びかけました。警察によりますと、静岡市内の自転車事故による死者は今年8人確認されています。また静岡中央署管内では人身事故の 25% が自転車関連だということです。安全に利用していただくためには交通ルールをしっかり守らなければいけないということを認識していただきたいと思います。